こんにちは。こんにちは。今日はね、はい、夏休み企画。うい。暑い。めちゃくちゃ暑いな。めちゃくちゃ暑い。もう、うん、ベタベタなんやけど、うん、まあそんなベタベタな感じでも楽しめる釣り。はい。ね、コンビニにあるものでお魚を釣ろうのコーナー。イエーイ。炎天下の中ご機嫌やね。ご機嫌やろ、うん、頑張っとると思わん？頑張ってる。頑張っとる、うん、でね、今日私買ってきたものがあるんだわ。私チョイスで絶対釣れるやつ、しかも味変できるっていうやつ買ってきたで、ちょっと開けちゃったんだけど、うん、これね、コリコリ食感の耳が、しかもからし酢味噌付きということで、うん、そのまず、まあ、からし酢味噌なしでやってみて、うん、でちょっと反応悪いなと思ったら、こう匠漬け的な感じで、うん、からし酢味噌を漬け込んで、ちょっと様子、ちょっとこうちょっと味を変えていこうかなって思ってる、うん、酢も味噌も未体験やからね、うん、未体験、うん、でもなんかさ、ワームってちょっと酸っぱくさくない？そういうのあるやん、やで、いいと思うやって、うん、やで、これでちょっと釣っていこうかなと思う。そうやな。これだってワームより安いからね。300円ぐらい。300円ぐらい、うん、ほんでお腹空いたらパクって食べれるし。そうやね、うん、人間もバスも食べれる最高、最高、うん、最高。それが耳が。やっていこう。ういはい、じゃあやっていきます。耳側のダウンショット絶対釣れる。うん、これでちょっと釣っていこうか。ちょっとあれやな、ちっちゃめやでな。ギルに注意。ギル多いからね。ギル多いから、ギルに注意。あっつー、持たれへんで。でも今日私水着やでさ。よいしょ。うさ、ギルや。ギルやん。ちょっとデカめのギルやった。ギルか。ギルだった。ナイスギル。お腹結構パンパン、ほんと。口持ちやすいもん、ほんま。でかいギル。でかい。チヌちゃん。なあ、うん、でかい。袋付きチヌちゃん。耳が、そして張り持ちがいい。バス、耳がフィッシュ。コパスやけど。あ、これはギルか。やばい、やばい。あぶねえ。え？ん？すっごいでかいの今。え？ふわーってきて。でっかいの来たよ。バス？いや、今はギル。わかんない。なんか、うわーってでっかいんですよ。ほらほらほら。あ、食った。よっしゃよっしゃよっしゃ。ちょっと待って、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 ほら、でっかいの来たと思ったもん。ちょっと待って、バレンジ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 くれよ。耳がついとるわ、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って、頑張って。まあまあやな。よっしゃ、つかまあ。あ、どういうリアクション取ればいいかわからんぞ、これ。見て、めっちゃいいとこかかってるわ、耳が。わあ、上顎がっぽしやな。上顎がっぽして耳がかかっとわ。うん、ほっ。おお。耳がフィッシュ。うん、いや、耳が釣れたわ。リグの紹介しようか。リグはね、これ避け取るように見えるけど、これわざとね、あの、咲いたの。
裂いてちょっと短くして食べやすサイズ、食べ頃サイズにしてダウンショット。ほんなら投げてこうちょっと寄せてきとったら、見てトンボ止まったわ竿に。なんか綺麗なトンボが止まったわ竿に。そのまましとくわ。あっちの方でなんかふわってちょっと大きめの魚が平打ったのが見えたのよ。で、え、なんやろうと思って、でもちょっと白っぽく見えたでさ、違う魚かなと思ったら追いかけてきとったバスが。バスやったわ、大型バスやった。プップップップってな。あ、以上、もう満足したで、一軒変えようや。わし満足したで、池変えようや。どうしようか。うん、夏休みフィッシング移動。フィッシング。ケンカつけたらあかんやろ。あ、ちょっと待ってください。それはいくら人間が食べるのにとはいえ、めちゃめちゃ池の水が旬だ耳側は私は食べたくないです。やめていただきます。ちょっと休憩取って移動してきました。移動してきましたよ。もう尋常じゃない暑さだぜ。やばいよね、塩分取らんといかん、これチューチューしようかな。これこれチューチューしようかな。やばいって思って見えた危険感じだ、ここちょっと塩分補給しがんで、うん、塩分補給、うん、ちょうど池に入れて違うんだら水分と塩分両方取って、あ、効率的やな。効率的やろ、効率しか考えてないです。マジで、そう、公立高校普通科出身やし。俺も。あ、ええー、とこ見つけた。チャーシュー打ちまたやん。何してんの。こんだけさ暑かったらシェードかカバーでしょ。全然シェードじゃないけど、ここやってみる。トマキツレだよ、これ。釣れた。暑いな。おすまりさん連れとったな。ん？おすまりさん大きいの連れとったな。連れとったな。え、耳側じゃない。それは俺も薄々感づいてた。え、ほんま？うん。普通にやれば、まあ、でかいな釣れるってことやな。でもこれはこれで楽しかったで。うん。もうちょっとこれ爆鳥アイテム探そうや。そうやね。ちょっと今日は耳側しかなかったけどさ。うん。多分もっといいもんがあるはずない。うん、やで、ちょっとシリーズ化させていくわ。コンビニで売ってる食材で爆鳥シリーズ、爆鳥シリーズ、もしくはデカパスシリーズ、うん、それでやっていこうということで終わり。暑い、暑いね。うん、でも私最近気づいてんけどさ、うん、色気のある女性って、うん、だいたいホテってない。ツヤじゃない、それ。ちょっと赤みがかっとるっていうか、そういうことやわ。行こう行こう。さよなら。さよなら。今日もありがとう。今日もありがとう。篠原涼子それ。